前回までのあらすじ、リトの村に到着したし、白爪新聞社にも来た。チューリのいる洞窟を探さないと。そういえばあの大きいボコブリンと戦ったことない。なんか可愛い。笛でボスを守るんだ。攻撃中は困る。ボスボコブリン、あ、まだ一体いるじゃん。チューリどこ？
ああ。そのかがり火の場所がわかんないんだってばー。しょうがないから眺望台周りの草燃やす。これ絶対コログなので。修理どこ？西に山の斜面を下っていくと目印のかがり火が見えないんだよ。猛獣部はさまよってる。もう一回素直にこの言葉に習って、西に。もっかい聞いて。山の斜面を下って、右手にあるじゃねえか。全然視界に入らなかったけど、もっと派手に燃えてよね。わあ、時間かかったー。迷いのことかな。ここはこれだけ？何やっとん？壁張ってる奴らってお前らかい？結構長いなこの洞窟。
オケ。全く君を探すためにどれだけ雪山を駆け回ったと。まあ自分のせいなんですけど。そうだ、光線盾使ってみよう。わはははははっぱ。クソウケる。めちゃくちゃ楽しいな。はい、チューリ。話しかけたいとこだけど、私の転ぶセンサーが反応してるから待っててね。お待たせ。あらもう、うん、お、あ、すごいじゃん。準備できたよ。なるほど。本当？チューリが戦うところ、見たい。いって。よし。メインは私倒したからさ。残り一体はチューリが倒してよ。こら、サボらないで。こら。来てよ。チューリー。
いや、なんで戦わないの？引っかかってるの？言って、負けないでーじゃなくて、そう、それが見たかったの。強いじゃん、チューリ。あと1秒早く矢を放ってくれていれば、リンクさんは瀕死にならずに済みました。ナイス。ハーツとギザンか。おお、そう、何を見てそう思った？あら、ふふ、少年の成長を間近で見れて嬉しいわね。チューリすげー。ああ。パパ。おう。ああ。おう。そうだ、瀕死だったわ。ああ。よし、回復もしたし。準備できたよ。あそこ、かな。ごめん、まだ慣れてなくて。もうちょっとそばにいてよ。任せて。風よ。お、ツバメの弓シャッターチャンス。こらこら逃げるな。うわ、これ勝負は一瞬だな。いいじゃん。よし。チューリはリーバルみたいに真上に風を吹かせることはできないんだね。やっぱリーバルの努力ってすごかったんだな。いいところにゴーレムとボコブリンの巣が。チューリ、見ておいで。これが戦いというものだよ。おお、今回は氷系武器を持ったボコブリンが優勢か。
ゴーレムが次々と倒されていきます。うおー、圧倒的だった。楽しかったかい？チューリ。これであとは我々が殺して勝ちだ。転ぶかいや、めんどくさい。連れて行く系の転ぶ基本的にめんどくさいんだよな。しばらく友達とは会えないと思え。何この石、使う雰囲気もないけど。空中でとどまるわけでもない。細かいところで転ぶないかとか気にはなるけど、今は進むことを優先するぜ。チューリ登ってきてよ。大層な名前のとこに来ちゃったなー。そしてこれ、もしかしなくても長い道のりだな。やべえな。なんか、ラウルとリーバルの声を足して2で割ったような声だけど、誰？
話しかけられないのだけが寂しい。トランポリンだ。祠があるの、ありがたい。マヤ梅久の祠。修理はお留守番。よーし。よし。跳ね上がる力。チューリと一緒に入りたかったな。ふむ。ああ、お船トランポリンのチュートリアル祠かな。天井近いよ。そっと乗れば跳ねない。金網で塞がれてる。無理か。あ、よく見たらスイッチじゃん。そういえば宝箱見つけてない。見つけてない、けど。まあ後で回収します。ただいま修理。今はとにかく前進。ふっ。なんもないんかい。ほっ。はい。はっ。
うっま。チューリ、狙撃うますぎ。やっ！準備できたよ！もう私は殴り込みじゃい。こっちかな。食い撃てない。チューリが倒した判定だと素材ももらえない感じ？またこのブロック。いや、使えんのかい。無理。今はうちはいらないか。気持ち的にでかいつららの方が強そう。もうええか。料理ない人はこれで作れという任天堂からの温かいメッセージ。
先なっか。もしかしてこれで中間くらい？やべえな。準備できたよ。風よ。あれは、マインクラフトゴーレム。どうしよう。まだ戦ったことないんだよな。あっちに何かある。敵うるさ。敵の素材が跳ねるのおもろ。うわぁ。びっくりしたー。はい。今回あの供給量多くて、宝箱から出てきてもあんまテンション上がらない。行ってみよう、やってみよう。修理もおるし、いけるんじゃね？め、こことかじゃないんだ。あ、そこ？弱点。あ、でもあと隙が結構大きい。そして中離ナイス。結構ダメージ入る。うわぁ。ちょっと宝箱開けますね。ブロックゴーレムってみんなこんな感じの守ってるの？意外と弱くてよかった。何このごつい歯車。なんかエッチだね。コアなんだこれ。えげつねえコアだな。
通に落ちそうでむずい。お、温まりポイント。私も料理補充しよう。よし。先長いなぁ。結構もう心折れそう。やわお。いやゴーレム、そこは頑張って倒して。よし、いけ。いい命中率、ヘッドショットほんと偉いよ。なんで橋が動かせるんだ？うお。俺、なんかやっちゃいましたか？準備できたよ。よどっちにしろ落ちる橋だったのね。ならよかった。はい、終わり。ゾナウギア、だな。使えと？向きミスった。けど登ってるし、ええか。やっと飛んでる船が見えてきた。
これ難しい。祠、すごいな、道中に2つも祠あるなんて。ありがとよ。リトのお洋服着てるから寒さに関しては無敵よ。はいはい、赤き月赤き月。かはたな梅の祠。うわぁ、祝福だぁ、やったぁ。ほんとここまで来ただけでもう褒めて欲しかったところなんだよ。うむ。さあもうさすがに終盤でしょう。見えてきた見えてきた。音楽も緊張してきた。これは船を乗り継いでって上までって感じか。準備できたよ。お、この BGM の盛り上がり方、わかってんなぁ。道中めちゃくちゃ苦労したので、カットで。はぁ、はぁ、もう起きたくないよ。
もうてっぺんでしょ。うわ、任せてリンク。きれい。登山で雲の上行った時の気持ちよさ。準備できたよ。BGM、最高。これでメインっぽいのを触る前に探索しちゃうのは良くないって。お待たせ。子孫よ、我が子孫よ。子孫呼び？目の前にある甲板の扉には5つの鍵がかかっている。そなたの力を使い、すべての鍵を解除すればその扉は開くだろう。我が導きに従うのだ。はい。了解した。ブレワイと同じような感じなのね。うわー。
確か人かい。ごめん。宝箱に重要なものは入ってなさそうだね。ふん。部屋があるけど何もできないかな。スイッチある。準備できたよ。風届かないの？え？高さのせい？いけないの違いがわからん。あと3つ。頑張ろうリンク。はい。
やっ一人じゃないっていいね。なんとなくだけど、敵は無限脇のような気がする。武器不足で積むことがないように。特になんもない？よっ。はしごが見えるなぁ。おう、仕事早いね。
よっと。この氷は溶けないやつ。任せてリンク。怖い。さよなら。今度こそきちんと着地するので大丈夫です。準備できたよ。BGM も盛り上がってきた。さよなら。
動かせる歯車。ここから入れるかな。あれどうやって取るんだろう。まあいいか、どうせ大したものじゃないだろ。いい風が来てる。よふん。これ祠でやったやつだ。間に棒を挟んで、回す。でも、棒なくね？ワンチャンこれを回して戻れこで。って思ったけど無理か。棒になりそうなもの。いざとなったら自分の武器でもつなげればいけそうだけど、そんなこと任天堂はさせないよな。怪しかったけど行けた。次で終わりだよリンク。あとちょっとだ。あと一個。一番わからんとこ。
から上がってこれる構造なのは間違いなさそう。下に行ってみるべきかな。明らかに回すやつ。なんだこいつ。ここで思う。思わせぶりに置いてる石片は何？と。今までこんなの出てきてなかったのに。ということで繋げてくっつけてみる。なんで石片つけると回るんだろ、わけがわからないよ。というか多分石片1枚でもよかったね。全部解除できたよ。これで看板の扉を開けるはずだ。さあ行こう。ボス戦だ。
く死ぬって。あんな吹き飛ばされ方したら呼吸できないだろ。まあ平気だよね、そうだよね。行こう、リンク。モルドゲイラさんの親戚か。村を襲っている吹雪の元凶はあいつだ。エッグ虫だな。絶対に許さない。プリキュアリがあるな、そのセリフ。あいつどこに行くんだろう。リンク、下だ。巻き込まれたらどうなるんだろう。意外と平気なんだね。リンク、竜巻だ。近づいちゃダメだよ。竜巻の当たり判定よくわかんない。オイラの風ならこの暴風で人飛びだよ。撮影忘れてた。いつでも呼んでね。さすがに無理あるか。地上まで竜巻来ないんだ。なるほど、竜巻はダメージ食らうのね。
子孫よ、我が血を継ぐ者チューリよ。その声はさっきからずっとオイラたちに話しかけてきてた人。我はそなたの遥か遠い祖先、初代ハイラル王に仕えたリト族の戦士にして風を司る賢者なり。わお、風を自在に操るそなたの戦いぶり見事であった。さすがは我が子孫リトの誇りだ。待て、リーバルは？あれはリーバルはあなたの子孫ですか？の元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。あなたの白い体がチューリに受け継がれてるのはわかるんですけど、奇跡がそなたの手に渡るのを。そうなるとリーバルは魔王？秘跡？もしかして子孫じゃなかった？そなたにとっては戸惑うことも多かろう。だとしたらよ。だからまず知ってほしいのだ。リーバルの努力かっぷりは狂気の領域に入るだろうがよ。そして我が一族の使命よ。それは今よりはるか遠き過去の出来事。この地にハイラル王国が樹立され間もなくのこと。罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする凶悪が現れた。ガノン。それこそが魔王だが、それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がった。合計7人。ラウルは魔王と戦うための術としてあるものを我らに渡した。それが秘跡、持つ者の力を倍化させる秘宝だ。我もその一人、風の賢者として奇跡を携え戦いに臨んだ。絶対イケメン。しかし奴は強大であった。我が翼をもってして隙をつけぬ速さ、無尽蔵の魔力。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのだ。こいつらいつもガノン封印してんな。封印戦争。我々は生き残り、そのしばらくの後、ある人物が我が元を訪れ、リト族の使命を決定づけた。6人の賢者が1人、時の賢者だ。ゼルダが時の賢者？魔王の封印はいずれ解け復活します。その時剣士リンクには対抗する力が必要です。どうか力を、風を司るリト族の力を貸してください。この時代にもリンクいたの？我らになすべきことが定まった瞬間だった。魔王討伐は我らの宿願。我がリトの一族は魔王復活の時、再び風の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓おう。これが封印戦争のすべてと我が一族の使命。そなたらの活躍でリトの村は救われた。しかし魔王復活は近い。我が子孫チューリオ、どうかこの秘跡を継承し、
我が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい。リンクと共に戦うのがオイラの使命？はあ、リンク、オイラすっごく嬉しいよ。ご先祖様から大事な使命を託してもらえて、しかもそれがリンクと一緒に戦うことだなんて。そう、このまま放っておいたら世界は大変なことになっちゃうんでしょ。そんなことはさせない。オイラ喜んでこの秘跡を受け継ぐよ。私は少し悲しい。血に抗えない争いに子供が巻き込まれちゃったのが。より中理の方が適任なのはわかる。わかりやすくしそうだから。手羽の子供だから。リンク、手を出して。ぶっ箱のサイズさ、萌えです。風の賢者、中理の名において君と共に戦うことを誓うよ。受け取って、これがその証だ。指輪？結婚？いや、待て、右手だから、左手薬指枠は、いないか。ふ、危ない、別の戦争が始まるところだったぜ。その指輪で、オイラの力はいつでもリンクと一緒だからね。抱きしめてもいい？よーし、裏に帰って父ちゃんたちに報告だ。抱きしめてもいい？お、お。手羽も賢者の血を継いでるんだよな。パパ、ママ。わあ。
子供が大きくなるのは早いね。呼び出したり戻したり。いいな。大足の弓の写真を中里に変えようか迷うけど、まだしばらくはツバメの弓枠でいてもらおうかな。惚れるわ。満足した。はい。
ふっ。カーン様はどこ？マジで？ああ。ダイヤモンドまだ3つだよ。おう。うん。よかったー、生きてる。飛行訓練場ね。ああ。行こう行こう、即行こう。喋ってはくれないか。カーン様、よかったー。年取ったねえ。おお。おお。ふふ。それはまあまた今度で。君にもオオワシの弓判定あるのか。カーン様本当に年取った。長生きしてね。今回はこの辺りで。気力が続くまではやります。おお。